ワッペンデバイストムズ・バーダン・フェルデン司教区とは、かつて存在したローマ・カトリック教会における司教区の一つであり、現在のニーダー・ザクセン州内に位置していた。およそ800年頃、カール大帝によるザクセン人のキリスト教家が進められる過程でフェルデンに設けられ、マインツ教会管区のもとに置かれた。ほとんどの歴代司教はコルバイ修道院出身であり、 この司教区の中心となる教会は、フェルデン司教座教会であった。10世紀末、フェルデン司教は、シュトルミガウに所領を得て、世俗君主としての性格を有するようになり、両方、フェルデンが形成されていった。16世紀半ばより、宗教改革の影響が及ぶようになり、プロテスタントの教会法令に従って、エヴァーハルト・フォン・ホレの元プロテスタント化が完了した。 30年戦争中、カトリック側の巻き返しに伴って、ほんの一時期だけ、フェルデン司教フランツビルヘルム・ホン・バルテンベルクのもと、ローマカトリックに復帰したが、間もなく、プロテスタントが勢力を回復し、フェルデン司教区も廃された。その後、カトリック側は、かつてのフェルデン司教区を北ドイツ大イマキ区のもとに置き、1824年より、ヒルデスハイム司教区に組み込んだ。 ありがとうございます。